はい、ということで今週の青山めぐの録音も録音レースクイーンもありがとうございました。今週のゲストは、ゼントスイーティーズ2014の同じ事務所の先輩でもある、同い年の吉浦遥ちゃんでした。どうでしたか？あっという間だった。ものすごいもう早くて、まだまだもっとなんかもっと喋りたかったし、もっとねなんか突っ込んでお話とかもしたかったんだけど、そうだったね、もう早かった。まだねもうちょっと延長したかったそういつもねみんな言ってくれて、私も最近90分じゃ足りなくて、うん、最後いつもすごいギリギリで詰め詰めになっちゃうんですけど、うん、またぜひ来てください。また来たい。また呼んでください。次のあじゃあなんか、はい、告知は、はい、次は次のレースはですね、うん、5月31日6月1日に、第3戦は、スーパー GT オートポリスで開催されます。地元、はい、私の地元ですぜひ皆さん、まあ、あの来れない方も、テレビで、応援一緒にしてください。よろしくお願いします。ということでまた次回の青山めぐの録音レースクイーンもよろしくお願いします。ありがとうございました。